皆さんおはようございます、和道です。今日何日だ、2018年の4月の6日かな。今日は6日多分6ですね、朝の5時48分です。今ね、鮫島さんとアメリカ人と解散をしました歌舞伎町です。お疲れ様です。いや、よかったよかった。見て、おい、どうもさん、はい、弁当代を、弁当代500円か300円、弁当ないの？弁当代ないの？おばちゃんどうやって生活してんの？弁当代をお金がないんだよ、飯代が。ここ濡れちゃうからこっち行こう。何弁当代？なんでおばちゃん、なんでお金ないの？いろいろとね、ネット会社にお金取られちゃったり。ネット会社に？どうやって生活してんの？バイトはするけど、お金にならないの。バイトはしてるけどお金にならないの？ならない。やりやすいからね。だから、できれば500円か300円か、200円でもいいんだけど、500円？500円か。300円でもいい。500円。雨降っちゃってあんまりもらえてないの。お金くださいってずっと声かけてんの、みんなに。いろいろとね、うちアパートあるんだけど、そのアパートはもともと平成元年に建てられたアパートじゃなくて、昭和時代の古いアパートで、ボロアパートで、洗濯機の排水口がなく、コインランドリーで洗濯を400円かかる。おばさんさ、軽犯罪法で捕まっちゃうよ、それやってたら。ならない。大丈夫？ちゃんともう自分で言ってるから。言ってんの？大丈夫。本部にも、県庁本部にも電話かけて、こういう事情であるから、邪魔しないでくれって言っても。何？警視庁本部に許可取ってんの？電話かけて、もう言ってるの。新宿の方に電話してくれ。大丈夫？なんか生活保護とか受けるんだったら協力するよ。そういうのは受けたって、安いから。やってけないの？でも、あれだよ、人にお金くださいってやったら捕まっちゃうから気をつけな。捕まんない？うん。スバニャンにも声かけてたの？出たっつって。ネット小じきから小じきしたらダメでしょ。てか、あのおばちゃん結構あれなんだよね。ずっと新宿でお金くれお金くれってやってんだよね。すごいよね。はい、ワドツ。パワー系ポケモン。生活保護のお金ではやっていけないっていう。はい、どうも、お疲れっす。おはよう。帰り道中歩き配信です。よろしくお願いします。あれでもらったお金パチ代に消えちゃうのかな。いや、パチンコとかじゃない。パチンコやる感じはないと思うよ。風船ありがとう。コロンさんありがとう。パチンコとかじゃないんじゃないかな。どうなんだろう。腹減ったな。コメント初めてです。おはようございます。あ、おはようございます。埼玉ありがとう。ありがとうございます。ロムセンさんかな。コメントありがとうね。あげようか迷ったら別にあげてもいいんだけど、根本的な解決にならないから。だから、まあ生活保護とか受けるんだったら手伝いしますよとは言ったけど、何にも変わらないじゃん、あげても。
アクティブだ。アクティブなのは結構だけど。ちなみにツバニャンはあげてたの。はい、ワードツー。新宿だよ。俺住んでんの新宿だもん。今から帰るところ。今歌舞伎町だね。オーガード車。新宿警察署から帰っ、あれですよ、新宿警察署に行ってた。間近で見てみなかった。いや全然大したことないですよ、僕なんか。キャスバーかなんかで飲んでたのかな。おい、おはよう。コロミ、おはよう。腹減ったな。あれだよ、鮫島さんが逮捕されてたから。鮫島さんが逮捕されてたから、ちょっと様子見に行こうと思って。鮫島さんとずっといたの。ツイッター見たら分かるよ。俺のツイッターフォローしてよ。俺のツイッターにくっそ怒られてる鮫島さんの写真3枚ぐらい上がってるから。鮫島さんが金梅さんぶん殴っちゃったの。めちゃめちゃ怒られてたね。はい、ワードツー。あ、新宿のバーで働いてんだ。へえ。あ、そうなんだ。俺酒飲まないかんな。もしよかったらフォローしてください。いや、でもまあ良かったよ、釈放されて。腹減った。フォローありがとう。はい、おはよう。これから帰宅して就寝どころかね、ちょっと稼げてなくて、なんか最近ね、本当にやばいんだよ。先月のね、末ぐらいからね、もう本当数千円しか稼いでなくて、ちょっとね、頑張らないと配信を。本当にやばい状態だね。稼ぎが悪くなってるんで、ちょっと花火師さんをゲットしないと。花火師さんを、結束バンド忘れてた、今思い出したわ。ありがとう。まあ100均が空いてる時間じゃないとな。コンビニには売ってなかったね。帽子熱くはないよ。
なんか今日ね、すごかったらしいね。もうどんちゃん騒ぎだったんでしょ、朝から晩まで。大変だな。おはようございます。アイテムありがとう。亀島さんはね、ぶん殴っちゃったんだよ、金梅さんのこと。まあでもね、まあ、大した怪我もないし、亀島さんも出てきたし、やっぱ人を殴ったらダメだよな。人を殴ったらダメだな。暴力はダメだよ。まあ、本人は分かっているだろうけど。うん、暴力はダメよ。それはほら。人間社会のルールだから。まあでも本人も反省してるしね、もう掘り下げることじゃないでしょ。なんでもないけど、なんかまあさっきまでルノアールで何時間ぐらい喋ったんだろう、 2,3 時間喋ったけど、やっぱ鮫島さんの武器はね、喋りだからね。ありがとう、花火ありがとう、匿名さんありがとうございます。鮫島は今までいろんな人の住所を特定してきたから、ブーメランにも程がある。どういうことなんだろう、何がブーメランの。あー、そういうことか。なるほど。要は自分が特定してて、なんだ、金梅さんの特典に文句言うのはおかしいってことか。まあでも、まあだんだん状況がつかめてきて、アメリカ人とかオカリナさんとか鮫島さんから今日会ったことを聞いて、でもなんか荒野が死んだのが確定だってっていうのはちょっと早いんじゃないかなと思ってるかな、俺は。ちょっとまだそのリスナーさんリークっていうかね、その近い人の話を俺は聞いてないから、状況がつかめてないっていうのはあるんだけど、本当っぽい感じなの、みんなは、あの聞いてる限りは。ちょっとよく、まあ、死んでんのか生きてんのか、ちょっと俺の中では37ぐらいかな。まだわかんないな。
まあね、生きててくれたら嬉しいなっていう風に思うけど、新八丁がツイートしてる、なんでツイートしてるか、もしよかったらあのコピペしてもらえると嬉しいですね。レッドメタルさん、あのまあ概要っていうかどういった内容かを、あ、そうなんだ、遺品っていうのはどういうことだろう。きっかけにはなったんじゃないかな。うん、やっぱり金梅さんのことをすごくリスペクトしてて、金梅さんに大好きだったから、で多分俺の予想なんだけど、あの住所アンチ多いんだよ、こうやってすごくアンチ多いから、多分ね実家の方に嫌がらせされたんだと思うんだよね。実家じゃねえや、あのなんだ住んでる家の方に。だからまあそのきっかけにはなっちゃったのかなっていうふうには思うよ。うん、だって荒野が金梅さんのことをおっしゃってるのは配信外でも、やっぱり金梅さんが好きでこの世界入ったとかずっと聞かされてたから、俺はだからやっぱり耐えられなかったっていう部分があるんじゃないの。遺品がやっちょ、あ、じゃあ本当なんだ。まあ俺はこれがネタだったら絶対許されてはいけないことだとは思うけどね。あのネタでした、じゃあこれをネタでした、本当は生きてましたっていうのだったら本当にダメなことだと思うね。竹本さんとかロハコさんに対する侮辱であるから。あ、そうなんだ、誠実そうな女の子だったんだ。じゃあ本当なのかな。おはようございます。ちょっと残念だよな。ただ俺はね、もし本当に自殺をしたんだとしたら、俺は荒野を肯定することはできないかな。荒野をかばうことはできない。どんなに苦しくてもやっぱ生きていかないといけないのがこの世界のルールだと思ってるから。あ、本人じゃないから家バレしたくなかったんだ。やっぱりみんな苦しいし、みんな悲しいし、みんながみんな絶望を抱えてる中で、なんとか幸せになろうとして生きてる人たちの積み重ねだと思うの。だから生きてて欲しかったな、惨めでもかっこ悪くてもいいから。まあね、本人にしかわからないものもあるよね。でも自ら死ぬっていうことを肯定することは俺はできないよ。そうだね、力になってあげたかったよね。そうそう、全てぶち壊すのもダメだよダメだよ、その発想は誰かを傷つけちゃうから。歯食いしばってもう絶対に幸せになれるなんていう保証はないけれども、少し希望を見出すだけで変わってたと思うんだよね。みんながみんな成功するわけじゃないし、みんながみんなねえいい思いしてるわけじゃないよ。みんな一生懸命生きてんだよ。牛カルビ焼肉丼、牛カルビ焼肉丼買って帰ろう。
すいません、牛カルビ焼肉丼ってあるんですか？あの本当に16日からの販売になります。あ、16日からなんですね。あ、大丈夫大丈夫。じゃあ、のり弁のおかかを一つと、特のりの大盛りののり明太を一つ。はい、お願いします。のり弁当は普通ので、のりおかかでいいです。はい、はい、140円。じゃあこれで1400円で。ありがとうございます。はい、はい、お返しです。はい、お待ちください。はい、ありがとうございます。のんちゃんのり弁、普段は配信者としての覚悟じゃないでしょ。これはもう人としてでしょ。完全に配信者じゃないよ。ほい、あや、おはよう。そう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 、な、ずぶとくてもいいからさ、開き直って生きてほしかったな、俺は。おうや、可愛かったよ。なんかあいつはもっと幸せになれたんじゃないかなって思うかな。他弁ね、あ、これね、他弁じゃないよ、オリジン弁当っていうやつ。俺他弁好きだよ。他弁ないんだよね、東京。うん、こうやとバンドまたやろうってね、楽しみにしてたんだけどな。悔しいよ。いやいや、違う違う違う、ごめんごめん、ひげね、ここまで生えてるからすごいでしょ。まあなんか本当にリスナーさんとかでもなんかこう苦しんでたりとかしたら連絡してきな、コメントでもいいけど、本当に死ぬぐらいだったら一本俺に電話かけな。もしかしたらね、33年無駄に生きてきてるから、ちょっとは楽しくなることを提案できるかもしんないよ。そう、捨て頃終わったらスタジオ入ろうって約束してたんだけどね。そうそう、こうや、金梅さんのこと本当に大好きだったの。配信外でも金梅さんみたいになりたくてこの世界入ったとかよく言ってた。そうそう、俺らみたくズーズーしくなんないダメなんだよ。繊細だったんだろう、だから。だから、鮫島さんもさ、多分さ、酒飲んで笑ってるのが多分あれだったんじゃないの。荒野が金梅さんのこと大好きなの知ってるから、普通にその金梅さんが殺したんだっていう言い方をしてたけど、そうじゃないんだと思うんだよね。多分そのなんていうのかな、荒野を弔ってあげてほしかったんだと思うよ。まあまあ俺も少しの可能性に欠けてるけど、裏切られたっていうか、何なんだろうな、それはもうな、死んだ人間はの気持ちはわからないから何とも言えんけど、でも死んだらダメだよ、死んだらダメ。若いよ、22とかだろ、22とかだろ。
の方が続くよ。竹本もロハコさんも荒野も。生きるのが辛かったんだろうな。ダメダメ絶対ダメ、ドラッグだからただの麻薬と一緒だよ。首吊ったのは、うつろぎさんかな。うつろぎさんで、一昨日も飛び降り自殺あったもんね。女の子の、ツイキャスの女の子。人間だけだよ、自分で自分のこと殺すのは。ごめん、俺人の配信見ないから全然わかんない。人の配信興味ないから全然見てない。どう思うっていうのは誰のこと？荒野のことぶっ飛ばして抱きしめてやりたいよ。荒野のこと思いっきりぶん殴って抱きしめてやりたいのと2つあるな。おはよう。すごく複雑な気持ちだよね。でも荒野の気持ちがわからないわけじゃないよ。でも生きなきゃ、どんなに苦しくてもどんなに辛くても。まあだから死ぬこと、死にたいやつなんか本当はいないんだよ。多分生きることが辛かったんだよ荒野は。おはようございます。そうね、ダさんと同じかな。あの死んだのはっていうよりも生きてくれって思うかな。だから自殺を肯定することはできないよ。俺はもう死なないよ。ずぶといよ。ずるい人間で弱くて俺は死なないよ。俺はずぶといから開き直ってるから。だから繊細だったんだろう。相談には乗ってたよ。みんな乗ってたよ。酒飲んで薬飲むときみんな止めてたよ。まあだから悔しいよな、察してあげられなかったっていう。もっと気使ってやればよかった。あ、配信の才能あったでしょ、間違いなく。あ、できた。どうもー。お箸が見てるでよろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。
ご飯ゲット。リスナーさんいつもありがとうございます。リスナーさんの花火で僕はご飯食えてるんで、みんなからの投げ銭で生きてるんで、 ありがとうございます。いただきます。はい、こんにちは。ダメだよ、すげえ勇気あるなんて言ってちゃダメだよ。生きることから逃げたやつだから。俺は絶対肯定しないよ。生きることから逃げたんだから。どんなに惨めでも生きてる人間の方が立派だわ。そっちの方が勇気あるわ。断固否定するわ。そうそう、パンクスだからね、パンクアイテム。はい、いらっしゃい。俺は断固否定する、その考え方は。自殺をする人間の一切を否定する。絶対肯定しないよ。わかんない、保証はできないよ。幸せになるとか希望があるとか、なんか確定的なことは一つも言えないけど、みんなそういうさ、苦しい中でも何かを見出そうとして頑張ってるんだよ。で、少なくとも俺らが今存在してるとか生きてるっていうことは、生き残った人たちが紡いできた命でしょ。紡いでで合ってる。その脈々とさ、頑張って踏ん張ってさ、アメーバの頃からさ、微生物の頃からずっとつながってる命を絶ったらダメなんだって。今ね、鮫島さんとお茶して帰ってるところ。そう、生きてることはつまんないかもしれないし、意味はないかもしれないけど、それをね、自ら立つっていうのはダメなんだよ。そうそう、飯食ってさ、息吸えて、まあ、衣食住って言ったもんだよな。衣食住、雨風しのげて、食えて。で、着るものがあったら幸せなんだよ。まあ、プラスアルファね、まあ、セックスする相手がいたらなおよしで。うん。そう。だから、この物質社会の慣れの果てだよ。資本主義の慣れの果てだよ。豊かになりすぎて夢も希望も奪っちゃってるんだよ。若い子の生まれた時からコンクリートで便利で、まあ生ポ最強っていうのも一つの考え方なんじゃないの。俺は全然最強だと思わないけど、当事者としては。そうそう、そういうこと。ニーヤさん、全くその通り。鮫島さんちょっと不器用なところがあるから、その金梅さんが荒野を殺したんだって過剰に言っちゃってる部分あると思うけど、鮫島さんがやっぱり鮫島さんの勘に触ったのは、その金梅さんを誰よりも慕ってた荒野が死んだのに酒を飲んでてっていうのが気に入らなかったんだよな、多分。それはわかるよ。本当かどうかは分かんないな。俺も生きてるんだったら生きてるぶっ飛ばそうと思ってるけど。あ、生きててほしいな。笑い話で済むなら笑い話で済ませたいよ。みんなもそうでしょ。だからこんだけの人が荒野のこと愛してるんだよ。そうね。愛する誰かがいたらいいよね。愛してくれる誰かがいたら。
まあ、家族とかでもいいし、まあ、とりあえず飯食ってさ、飯食って雨風しのげたら何もないよ。毎日それ過ごせんなら生物としては超幸せだよ。まああとは漫画読んだりアニメ見るだけでもいいじゃん。働きたくなったら働いてメイクマネーすりゃいいじゃん。貧乏も楽しいよ。ねえ、あいつは閲覧があるってことはファンがいるってことなんだから、アンチもファンみたいなもんなんだからさ。そうそうそう、もう捉え方変えるしかないから、もう生まれたもんはブサイクに生まれようがイケメンに生まれようが変えらんないからね。心のありようを変えるしかない。心だけは変えられるから。腹減ったな。サメちゃん元気？あ、俺のツイッター見たらサメ島さんの写真上がってるよ。俺のツイッター覗きに行ってよ。サメ島さんの写真が、そう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 。腹が減るっつうのは生きてるってことだから。サメ島さん、オカリナさんにね、クソ説教されてたよ。めちゃめちゃ怒られてたわ。めちゃくちゃ怒られてた。ネットやめさせてやろうかって言われてたよ。それだけ勘弁してくださいって言って、お前よって DVD とゲーム全部捨ててやろうかって言ったら、それはなぜか切れてた。ゲームはお前と付き合う前から持ってたんじゃっつって、ゲームだけは守るみたいな感じが面白かった。ゲームだけは絶対捨てたさせないぞみたいな。ゲームの件だけはマシ切れしてた。ゲームだけはやめろよ。そう、すいませんすいませんってずっと謝ってたのに、ゲームだけは切れてたから、ゲームだけは触んじゃねえみたいな。そう、なんかワンピースみたいになってたよ、ゲームのくだりは。そうそう、くっそ怒られてる。 2,3 時間喫茶店であの状態だからね。タイマーのんちゃん、サメ島さん大丈夫だったよ。うん、ご飯買ってきたよ、食べよ。食べるぞ、のりこ。え、食べたばっかりって何？夜ご飯。夜ご飯何食べた？チャーハン。あー、じゃあ後で食べる、うん、これ食べるわ、じゃあ。のんちゃんいないのね。のり弁どうする？冷蔵庫入れとく？これ、うん、冷蔵庫、うん、熱いまま入れていいのかな。うん、オレンジ覚えてるよ。あれだろ、昔のコテハン、あれのオレンジだろ。昔のコテハンがあれのオレンジだろ。うん、嫌よで書いて。
じゃあ俺こっちで食うよ。俺は幸せだよ、仲間がいるもん。仲間と彼女とシャカとペコがいる。あ、合ってるね。はいはい、元気元気元気だけが取り柄だから。あー、そうそう、部屋こんな感じになったよ。部屋見る？机の上、まあソファーの上は相変わらずこんな感じなんだけど、ソファーの上もごっちゃごちゃね、汚いけど、部屋はあの配信ブースこんな感じになりました。いいでしょう。これが新しい配信だね。電気消すよ、なんちゃん。かっこよくないこれ。どう？いいでしょう。まあソファーの上きれいにしないとね、これ。よし。じゃあご飯食べましょう。俺は幸せだよ。この上ないぐらい幸せだよ。だってね、3年前4年前に、じゃあ5年前か、5年前に見た夢叶ってるんだから。ご飯大事ね。おはよう、ちゃんめぐ。夢の中で生きてるよ。スタンドをつけてと、ちょっと待ってね。いや、生きるっていうことは食うってことだから。ご飯大事だ。生きるイコール食うだから。モニターはのんちゃんからのプレゼントだね。リスナー時代ののんちゃん、2年ぐらい前に買ってくれ、2年ぐらい前かな。でっかいよ、のりこのギフトだね。のりこはもうあれだから、リスナー長いから、もうリスナー歴も含めた4年ぐらいの付き合いじゃん。間ちょっと空いてたけどね、のりこは働いてた時は忙しくて。のんちゃん元気だよ、元気元気。あれ？だった。アメジンも一緒だよ。アメジンも一緒。オカリナさんと俺と鮫島さんとアメジン。部屋超狭いよ。6畳とかじゃん。めちゃくちゃ狭いよ。ご飯食べよう。新宿は高いよ。ここで6万だよ。家手に入れたいな、いつかねえ。配信で稼いで家一軒家手に入れたいね。のり弁、のり弁です。のり弁です。6畳には見えないが、配信は広角ワイドレンズだからそう見えるだけよ。ご飯食おう。のり弁うまいんだよな。なんかさ、高いさ弁当とかよりものり弁ってなぜかうまいよね。のり弁ってこれ利益出んのかな、300円で。
ねえ、利益どうなんだろう。あ、利益出なかったらまあ商品じゃねえよな。利益はあるか。なんか飲み物あっかな。あ、本当に鮫島さん枠ついた。はいはい、よかったよかった。コカ・コーラゼロかな。コーラ飲むか。 KP いただきます。いただきます。これセブンイレブンでさっき当たったやつね。6畳か7畳、7畳あるかな。高いよね。まあ、日新宿だからね。一応高級住宅街だからしょうがないよ。歌舞伎町から歩いて帰れるぐらいだから。フォローありがとう。フォローありがとう。あ、使えるよ。全然。要は、普通の、これくらいなのよ。それが、バーって広がるの。だから、使える使える、全然。外にも使えるし。逆にあれだよ、望遠レンズとかもあるんだよ。遠くのものを近く映すような。広角にも種類あって、何度の角度で撮るのか。90度ぐらいはないか。普通ね、多分65度とかに広げんの。だからこのサイズをこう広げていくって感じかな。使える使える。まあ別に配信者じゃなくても自撮りで使う人いっぱいいるよ。例えば普通だったら3人ぐらいが限界じゃん。まあ、2ショットは全然余裕。3人ぐらい余裕じゃん。これを10人とか、6人とか横幅を取りたいときに広角レンズつける。でも、かさばるよ。こんな広角レンズ使いまくってんの配信者ぐらいでしょ。うん。100均の、これはあれだよ。セリアだよ。俺のは。だから、ちょっと、あれ、曇ったりとかノイズが入ってるでしょ。高いやつだと3000円ぐらい。俺はあんま詳しくないね、携帯の機材は。うまい。きれいだね。ここに点がついてんだよ、この辺に。どこだ？カーテンのところ。この辺になんか光の玉がついちゃってんだ。これはオリジン弁当だよ。うん、うまっ。いらっしゃい。俺はね、あれが好き。なんだっけ、オリジンじゃなくて、なんだっけ、ホットモットじゃなくて、なんだっけ、おいしい。まあ、まずくないけどね。まあ、ほか弁が好き。のり弁。俺のやつは、唐揚げがついてるから400円のやつ、これで。400円にご飯大盛りにしたのかな。うまいね。おいしいよ。Yeah.
新やっちのツイッターに荒野のこと書かれてる、うん、どれ新やっちょ新やっちょ荒野は天から見守ってくれてる。俺は配信者は休業中だが必ず戻る。戻るんかい。今は YouTuber の編集を変わらず没頭している。もうすぐ金梅さんには残された生きた俺たちができること何かを伝えること。荒野は消えないから俺は。死んだのかな。うん。亡くなったのか。もう嫌だな。お知り合いが減っていくのは嫌だな。こうや俺より若いんだぜ。生きろよ。うまいな。ごちそうさまでーす。
なんだろうな。なんかさ、ツイッター鍵アカの人で俺のツイートにコメントするのやめてくんね。もやもやするんだよ。なんで鍵アカなのに俺のツイッターに返信をするの。何回言ってもね、わかんないんだろうね。俺読めないから。何を書いてるの？俺のツイートに対して。それって誰もいない、なんだろう。なんて言えばいいんだろうな。なんかもやっとするんだよね。どういう心理なんだろう。俺がツイートするじゃん。誰かがコメント書いてますよって数字が1つくの。もう鍵アカウントだから誰が何を書いてるか全く理解できないの。どういう心理で鍵アカで俺につぶやいてんだろう。守護霊かよ。びっくりするんだけど。なんなの？鍵アカだけどコメント書くって。ツイッターの使い方分かってないのかな？だからすげえ歯がゆいんだよね。誰かが俺に対して何かを言ってるけど、何かと誰かは教えませんみたいな。何それ？何それでしょ？どういう状況？全然意味わかんないんだけど。その人はモヤモヤしないのかな？なんかその、何なんだろう。いいこと書いてんのか悪いこと書いてんのかもわかんないし。全然謎なんだけど。どういう心境でつぶやいてんだろう。悪口書いてんのかな。何を書いてんだろう。なんか SNS の使い方、鍵アカウントって SNS 使う人向いてないと思うんだよね。なんで Twitter アカウント作ったんだろう。よくわかんねえわ。教えることもできないっていうかね。なんだろう。ただ誰かが何かをつぶやいてる通知だけが来るっていうの怖いよ。何この感覚みたいな。お化けみたいな。本人は分かってるのかな、それ。俺が読めてないってことをわざとやってんのかな。どうしても書きたかったのかな。和道さん、読まなくてもいいけどどうしても書きたいことがあるの。中学生の片思い。好きだけど言えないみたいな。でも手紙にする、日記に書くみたいで。おい和道、誰かは言えないけどお前のことを日記に書いてる女の子いるよ。え、誰何書いてんの。いや、それは言えない、それだけは言えない。でもお前のことを日記に書いてる人がいるよ。え、誰だよ。ごめん、それは言えない。じゃあせめて内容だけ教えて。ごめん、それも言えない。ただね、和道、お前のことを日記書いてるやついるよ。もう俺の中でそういう感覚の。すげえモヤモヤする。嫌でしょ。分かった、書かなくていいよ。なんか交流した方が楽しいと思うんだけどね、 SNS をやるのであれば。じゃあ他人のことは何か言いたいけど自分のこと見せないってさ、それだったら自分のツイートすればいいじゃん。
返信をしてるの。つまり俺に対して何かを言ってるんだよ。でも誰にも見せないみたいな。どういうことなんだろう。わかる？誰か。どういうこと？みたいな。和藤さん、どうしても言いたいことがある。でもね、内容は言わないし、私が誰かもわからないでしょ？みたいな。ミステリー。めっちゃミステリー。なんなんだろう。もやっとするんだよな。俺ダンカンの弟子だよ。ダンカンさんの弟子じゃないよ。なんで？なんで俺がダンカンさんの弟子なの？俺全然弟子入りしてないよ。ご迷惑。ああ、とんでもないとんでもない、お気になさらずに。自分が勝手に配信外で動いたことなんで。ありがとう、ありがとうございます。全然お気になさらずに。ダンカンと寝た？俺が？いや寝てないね。うん、寝てないっすね。マジかよ、昨日の収入66円なんだけど。へこむわ。66円、いよいよオワコンだな。昨日の収入66円だよ。4月3日178円だよ。俺生活できんのかな、マジで。いよいよ来たな、バブル弾けたな。終わりかな、もう。やばいぜ。禁止には別にいいんだけど、目的が分かんないから、なんか嫌だね。なんかこう、スカッとしないというか、すっきりしないよね。貯金なんかあるわけねえだろ、配信者が。貯金なんかないよ。その場しのぎだから。そんな儲かってたらね、苦労しないよ。参っちゃうよね。配信者ってやっぱ儲かってるイメージなんだね、みんなの中では。でもそんなのここ最近だよな、儲かってるんでしょっていうイメージついたの。何をどう勘違いしてんだろうね。インディーズの映画祭目指そうかな。インディーズの映画ってなんか有名なの分かる人いる？インディーズムービーフェスティバルっていうのがあるんだ。あ、もう終わってんじゃん。自主映画の映画祭ってなんかあんのかな。
ください。映画撮りたい。1枚しか持ってないから洗濯ね、そうそう着ないととは思ってるんだけど、まだ洗濯してない。うん、1着しかないからね、俺1着でいいやと思って、でラインナップ増やしていこうと思ってるね。高級 T シャツね、24,800円だからいいだろう。高級ブランドワドーだから。タンカンさんチンコでかいのかどうか知らないよ。知らない知らない。でかいのかな、どうなんだろうね。どうなんだろう。チンコでかいのかね、背高いかんね。PC の電源切らない派ですね。モニターだけこうやって切りますね。ポツッと。うん。PC はつけっぱです、僕。電源を落とすときにお金がかかるっていうのを知ってるから、エアコンもつけっぱだよ。電気は全部つけっぱ。エアコン、空気清浄機全部つけっぱです。絶対電源落とさない。T シャツ5000円だよ。限定あと7枚今在庫ある分、俺は決めたの。売れなくなったから価格を落とすっていうのが普通じゃん。俺間違ってると思ってて、あれが要は最初に買ってくれた人が得をするのがいいと思ったの。だから今回の T シャツ 24,800円で売るんだけど、30着限定で5000円で売ってます。残り7枚ぐらいです。もし買ってくれる人はDM か LINE ください。5000円です。定価、要はこの30着が売れて再販かける場合はそれでも欲しいっていう人はもう 24,800円、もう決めてんの。俺はそういう商売のやり方をする。もう逆行していくから、時代に逆らっていく。うん、そんな気に食わねえやり方してる企業とかはもう俺は逆をやる。だからおかしいでしょ、最初に買ってくれるコアのファンが高くて売れ残ったら安くしますって。安く手に入ったやつらおかしくない？だってにわかほど安く買えるんだよ。おかしいだろ。
俺はもうこのやり方、ハイブランド思考だから、ハイブランド思考。シワシワだよ、うん、ヴィンテージ感を出すためにあえてこの部屋熟成させてるから。和道ブランドは俺の部屋でこうずさんな管理をすることによってシワが半端ない。実際シワクチャだし臭いかんね、俺の T シャツ。綺麗なものなんか売らねえよ、うん、売ってたまるかそんなもん、くっそ面白くもない。そう、和道スメル、寝っかな、疲れたな、睡眠取ろうかな、寝る？寝ようかな、疲れちったよ。寝る前に歯磨くか、いい子だから俺は。悪い子は歯磨かないって知ってた？俺ぐらいじゃないの歯磨く配信者。歯磨こっかな、歯磨いていいっすか。歯を磨く配、清潔感のあるクリーンな配信者でいたいから、俺くらいの男になると。歯磨こう、寝よう。ほんと、ほんといい男だろ。歯磨くんだよ、かっこよくない？惚れるだろ。起きるのどうだろうな、わかんないな。起きたい時に起きてるからどうだろうね。歯磨くよ、みんな歯磨くよ。和道が歯磨くよ今から。みんな見てる？みんな歯磨くよ。歯を磨くところ見たい？みんな和道が今から歯を磨くよ。
なんでトムソーヤ池上って歯磨かないんだろう。汚いよね。そうそう。ああ、まあ閲覧なんか気にしてねえわ、もう全てさらけ出していくから、俺の全てをさらけ出していくんだよこれは、わかる？ねえ、閲覧が減るとか金が稼げねえとかもうくだらないことやめようぜ、楽しかったらいいんだよ、楽しかったら、楽しんでるやつが勝つだから、歌いたきゃ歌えやいいし、喜怒哀楽全部つけるから、わかる？この磨き方新しい？そう？そう？普通にやんないの？これやるでしょ、やるでしょ、やるだろ、やるよね、これ、これやらない？みんな。やらないの？俺だけ？やるだろ。変かな。気にすんな。書きたいときに書けばいい。周りの目で、ま、じゃあお前あれか、周りがコメントしなかったらコメントしねえのかよ。やりたいことやってこうぜ。自由に行こう。わかんない、いつか評価されるかもよ。和道の歯磨きめっちゃいいわって、歯磨いただけで閲覧5000人とか、いや歯磨き配信は和道だよねみたいな、和道の歯磨きめっちゃ好きみたいな、何がウケるかわかんないから再評価されるかもしれない。
ホワイトニングね、配線車は歯が命、キラッと輝く白い歯を作る、ね、やばい、できる男は歯が違うからね。歯が綺麗だといいよね。どうも、ワードの歯磨きでした。よし、寝るぞ。さちさん、ペコちゃん、寝るよ俺。
のりこはいつも爆睡でしょう。のんちゃんの特技だからね、寝るのは。寝る子は育つんだ。なんかね、最近ね、YouTube でね、あの雑学系動画を見てたらね、胸毛が濃い人と体毛がない人の IQ の違いを調べたら、胸毛が濃いと IQ 高いか低いかどっちだと思う？胸毛と IQ には実はすごい関係があるんだよ。どっちだと思う？胸毛、実は胸毛が生えてる方が IQ が、まあ、こっから先は言えないわ。こっから先は言えない、ごめん。シャちゃん、シャカ、喧嘩しないよ。シャカ、シャカ、ペコ。きっつってなんだよ。なんだよきっついってよ。何にもきつくねえだろ。何がきついんだよ。歯白くなったよね、だいぶ。うん、ここはね、ここの刃がちょっとまだ黄ばんでるけど、多分磨きが甘いんだろうね。あの湾曲してるからだいぶ白くなったよ、うん、いやこの2本だけ黄色いもんね。しょうがないよね、磨きが甘い。この刃ぐらいね、黄色かったもん前。これくらい、あ、これよりも全然黄色かったよ、全体的に。だいぶ白くなってきた。なんなんだろうこれ、レンズ汚くないのになんで傷がついてんのかな。なんでこうなるんだ。どっかに傷が入ってんだ。さちゃん、シャカ、シャカ、あ、顔少し生えたかな。かわいそうにね、頭、あ、少し生えてきた、よかった。シャカ出たい？ちょっとだけじゃあ一緒に寝ようか。ちょっとだけ、あれ出ないの？え、出ないの？いいの？出ない？はいはい、出る？出るの？さちゃん出る？出る？シャちゃん、うん、シャカ、
のんちゃん老けた、そう、すっぴんだからじゃない、老けたかな、そうかな、もう普段メイクしてるからでしょ、うん、化粧したらもう35歳になるから年齢なんて関係ないんだから。今のんちゃんいくつだ。あれ、のんちゃん誕生日いつだっけ。16日、今月の、うん、16、うん、何やる。どうにもしない。なんでお祝いしようよ。48歳なんでしょ、うん、16日が誕生日。おはよう、セクシーすぎ、濡れた、あ、濡れた、おー、水付けありがとう、花火ありがとう、ほうや、ん、亡くなったね、ほうや、ん、死んだ、うん、ガチっぽくない？どうなんだろう。やるか、こんな台本。やらねえだろう。これが台本だったら、なんだろう。ちょっと不謹慎とかいうレベルじゃなくて、これがもし台本だったらだよ。竹本さんとロハコさんに対しても失礼でしょ。やりすぎだよね。まあまあ、みんなのねえトーンからすると本当だと思うけど、うん、まあ深夜っちょもね、ツイッターで遺品とかを晒してるわけだし、まあ本当じゃねえかな。まあ、ちょっと許せねえよ。金バイトなヤマトってやつすげえディスってた。ディス、え？すげえディスってたよ。誰を？誰を？金バイとヤマトってやつすげえディスってた。だ、誰をディスってた？高野のことを、それは ひどいな、うん、何なんだろうな。僕の彼女です。僕のハニーです。
僕のハニーですね、のんちゃん、ヤマトさん、お母さんと同じベッドに寝ないでしょ。やだよね、そんな33歳こんな狭い部屋でお母さんと二人暮らしとかすげえやだよね。うん、まあ、わかんないけど、まあリトさんが見たんじゃないの、それを。山本さんリスないんじゃないかってね。まあわかんない、俺も人の配信見ないから。でも山本さん荒野とつながりめちゃめちゃあるのにな、どうなんだろう。さすがに言い過ぎだろうっていうぐらいな。まあ何も言えんよな。靴とリュックとギターが遺品、まあそれしか持ってねえだろう。あとはまあパソコンとか、うん、荒野のギターはフェンダーだったな。あとパソコンとスマホスタンドとかそんなんしかないだろう。あれ、ごめんなさい、まあでもな、なんつうか俺ら癒やしい生き物だなって思うよね。水色のムスタングが似合ってたな。そうだね、荒野らしいよね。あれムスタングなんだ、渋いな。ムスタング選ぶって渋いな。あんなチューニングが狂う未完成のギターって言われてんのも。ムスタングなんかチャーモデルでいいでしょ、もうチャーモデルっつうかもうチャーのギターだよね。ムスタングを好んで使うやつなんかいないっしょ。いる？他にプロのミュージシャンで俺はムスタング弾きみたいな。チャーだけだよね、チューニング狂う狂う。カートコバーンってムスタングなの？ジャガーのイメージだったけど、ムスタングだっけ？ああ、カートコバーンってジャガーじゃなかったっけ？ムスタングだっけ？カートコバーン、ムスタングか。あれ？左利きを？なんだっけ？右利きのギターを左利きだからなんかめちゃくちゃな弾き方してたんだよね、カートコバーンって。え、どうだったっけ？右利き用のギターを左利きで弾いてたのか。弦が逆さまなのか。あ、ジャガーとムスタング使ってたんだ。これ、コアトコバーン、ジャガーのイメージだったな。まあまあ、兄弟機だもんね。ムスタングとジャガーは。俺、ジャガー持ってたけど、チューニング狂いまくって、ほんと弾きづらいギターだなと思ったもん。これ今レスポールだけど、レスポールなあ、まさかね、ギブソンが潰れるなんて誰も思わなかったよね。ギブソン倒産だもんな。すごい時代だよな。ギブソンってだってギターの王様だよ。もうだから楽器やるやつなんかいないんだって。まあそりゃそうだよな、こんだけデジタルで何でも作れる時代なんだから。わざわざね、
テクニックが必要なアナログの楽器使わないよな。おやすみ。楽器は黒字だったのにいろんな商売手出しすぎた。え、だったらさ、部門で売ればよかったのにね。売るっつうかさ、まあアホだな経営者。楽器部門が黒字だったんならさ、え、どっか買い取らないの？その事業部だけでも。だってギブソンっていうブランド欲しいでしょ。それこそヤマハとかが買い取ればいいんじゃないの？え、どこも買い取らないの？ギブソンっていう商標登録と、あの工場とか生産ノウハウは普通に黒字ならね、必要でしょ。バカなのかな。残るよね、どっか買い取るよね絶対。それこそ日本企業が頑張るべきでしょそんなの。まあでも日本企業が買い取ったら売れなくなるか。どうすんだろう。フェンダー飯うまじゃん。フェンダーセクター一本欲しいんだよね。セクターのギター一本欲しい。っていうかパワーコードからの発展がよくわかんねえんだよな。どうすりゃいいんだろう。なんか理論を覚えないといけないの、スケールとかすげえめんどくせえ。あれだな、あのギターは頭良くないとできねえな本当に。最近それを痛感してるよ。意味が分かんない、そのこれどうしたらいいんだみたいな。どうやってみんな曲作ってんだろう。まあ多分俺メロコアが好きだしさ、あのランストとか好きだから、まあなんかスカっぽいチャカチャカした音とさ、まあ、ちょっとしたソロとパワーコードで多分できるはずなんだよ自分のやりたい音楽は。ただそのなんかコツみたいなものをつかみたいんだけど、何をどう勉強していいのか全然わかんないよね。どこに何を手をつけていいか。メジャーとマイナースケールとダイアトニック。何そのこことこことここの音、要はコードを抑えるじゃん。それでピロピロ弾いてどの音か覚えてそれで弾きゃいいってこと。要はメジャースケールっていうのさ、例えば F の形で F で押すとするじゃん。で6個の音が出るじゃん。その音がメジャースケールってこと。でマイナースケールは F マイナーを指で押した時の出る音の順番でバラバラに弾いてもスケールになるってこと。あとダイアトニックも意味わかんねえな。なんかそのセオリーみたいなものさえつかめばさ、俺の中ではそれっぽかったらいいと思ってて。メジャースケール、マイナースケール、ダイアトニック、
意味が分かんないんだよな、スケールの。でもアルペジオとかってそういうことだもんね。要はコードを押さえてる音に対してペロ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 弾いてるだけだもんね、アルペジオとかって。違うのかな、そういうことではないのかな。F で使える音で構成されてる和音、和音をスケールって言うんだ。なるほど。ダイアトニックに、なるほどなるほど。ってことは、やっぱよくわかんない、まあ、あ、そっかそっか、 F で押さえててさらにそこの音階がさらに上がってもいいわけか、和音であれば。うん、そっかそっか、 F に限らずか。なるほどなるほど。要は F をこう、メジャー F を構成する発展系の音であればいいのか、下の方に行っても。そういうことか。なるほどなるほどなるほど。だから無限に広がってくんだ。あ、だんだん分かってきた。多分そういうことだよね。要は F をバッキングでジャーンって、まあパワーコードで刻んでるとして、ベースも F 弾いてるとしたら、その F から F の展開する音、要は高い音までを、一番低い音から高い音まで構成する音だったら自由に使っていいですよっていうのがスケールか。なるほど。ってことはその F を押さえてる部分の高い音がどこにあるのかっていうのを覚えればいいのか。うん、俺鼻高いんだよね。俺だから自分のね、自分より鼻高い人会ったことないかもしんない。うん、カイジみたいだもんね。漫画的な鼻だよね、本当に。めちゃくちゃ鼻高いんだよね。確かに。うん。わしっぱなだよね。わしっぱな。なんか、中東系の顔してるもんね。日本人じゃないのかな。5度とか7度とかスケールの話になってくる。それがスケールなのか。はあ、はあはあはあ、なんか言うよね、5度7度とかね、よくわかんないけど。でもなんか一回覚えて体がその音だって染み込んだら、要はあとは感性で好きな音とかが勝手にやってくれるんだろうね。基礎練が多分必要になってくるんだろうね、ひたすら。ててみたいな、ててみたいな、なんかやってるじゃん。ペポパポペポパポみたいな、ペポパポ、わかんないけど、それを自分の好きな音で組み合わせていって味をつけてくんだろうな、多分。うん、親父だね。まあお袋も鼻全然低くなかったけど、うん、親父だなこれは。親父、使える音が分かれば鼻歌歌う感覚でセンス出せる。あーすげえな。あー、なるほどなるほど。要はコード弾きしながらオリジナルソング歌う感覚で音階が出てくるんだね。そこまで何年ぐらいかかるもんなの、俺のレベルから。まあまあまあ普通に趣味でやってって、ピロ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 できるようになるにはどれくらいなんだろうね。1年ぐらいかかんのかな。
どうなんだろう。俺ねでもね卵子洞好きじゃん。俺ね分かったの、なんで卵子洞が好きか。っていうかあのねベースが動いてるのが好きの。あのねで要はね卵子洞ってあのねティム・アームストロング歌クソ下手の。だちょっとバッキング ギターみたいな歌い方するのよ。ノイジーな声で単調な。でラーズは メロディー上手いの、音階を。でそのティムのバッキング的なボーカルとね、ラーズのメロディーと、あとギターは正直さラーズがバッキング弾いて、ティムはなんか中学生以下ぐらいのさギターソロやるじゃん。なんでこれ聴けるんだろうってねずっと研究してたの。やっぱベースなんだよね。ベースが異常に前に出るバンドなんだよね。だから頭に残るねそのメロディーがベースなんだよね。メロディーつうかその音階が、あのバンドランシュはベースがいな、ベースがあの人じゃなかったら無理だよね。ランシュそうだよね。だからさあのなんだオールドフレンドって曲好きなんだけど、テレテンギターがテテテンテンテンテテンテンテクテンテンテンテテンテンテクテンテンテンテ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 テってさ、お前小学生のハーモニカかみたいな、カエルの歌みたいなセンスじゃん。くっそダサいじゃん。テケテン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 テテンって、もうありえないけど、だけどそのテケテンテンテンテテンに対してさ、ドゥテテテテンテンテンテテテテテンドゥテテン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 テテテテっていう、ドゥテテン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 テテテテテン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 っていう、すっごいセンスだよね。だからランシュはねファッションパンクって言われてるけど、実はめちゃめちゃなんかいいよなっていう、その欠点をどっかが埋めてるっていうのがかっこいいんだよね。ていうかね、なんかねティムね、ギターもボーカルもクソセンスなくて、もう要はただのイケメンじゃん。なんつうんだろう、そのファッション的というか。だからね あれはかっこいいバンドだなと思うんだよね。なんかいいんだよね、ランシロのそのなんかベースがすごい好き。ドラムは小学4年生かな、くっそ下手なレベルだね。お前小4からやっててそれかよみたいな。もうほんとドラムやってる人からするとひどいなっていう。本当に何だろう、マジでお前なんかね、小学4年生から空手やってます、えすげえ強そう、いや水色帯ですみたいな。小学生4年生からやってて水色みたいな、そういうレベル俺はドラムは。もうなんつうんだろう、そう素人から見たら、全く音楽わかんない人から見たら、あ叩けるんだかっこいいねみたいな感じかもしんないけど、もうひどい俺のドラムは。結構ないね。なんかねそのなんだろうな、なんて言うんだろうな、音感っていうかね、なんて言うんだろう、ドラムって音感っていうかね、そのやっぱね運動なんだよね、あれも。あのスポーツに似てるよね。スポーツのセンスとかと一緒で、そのうーん基礎練もそうなんだけど、リズムキープとかの、なんつうんだろう、やっぱ運動神経良くないとドラムは無理だなっていうのは感じる。あとレッドホットチリペッパーズを聞いてて、なぜあの BPM でこの曲を作ったんだろうっていうぐらいの独特の
少し遅いくない？わかる？これレッドホットチリペッパーズって少し遅いんだよ俺の中で。 BPM がなんでこんなにゆっくりしてるのに、あとねもたり気味なんだよね。 BPM も遅いっていうのとちょっともたり気味なんだよ。なんなんだろうなあれ、なんで成立するんだろう。これわかるかな。なんかもっとアップ、もうちょいアップテンポでやりがちなんだけど、それを少し独特の間があって、それでもそれがかっこいいんだけど、そうグルーヴが半端じゃないからカバーできるんだよね。あれはだからさ、チャドとフリーがもうずーっと一緒に基礎練やってるのわかるよね。基礎練っていう言い方も変なんだけど、多分ねメトロノーム使ったような基礎練とかじゃなくて、ちゃんとした音楽教育の基礎練じゃなくて、ずーっと一緒にやってたからあれ成立するってわかるよね。でもやっぱさ、レッチリはジョン・フルシアンテだよね。ジョン・フルシアンテを超えることなくない？どう考えてもジョン・フルシアンテだもんな。ジョン・フルシアンテって3人目だっけ。だアメリカってすごいよな。ボーカルとかが死んでもバンド継続するもんね。ジャーニーとかさ、いやジョン・フルシアンテしかも本当ファンなんだよね。あのレッチリのファンでオーディションに来て受かったんだよね。でその時なんだっけ、俺はレッチリを弾くために生まれてきたぐらいのこと言ったんだよね。すごいよね。ジョン・フルシアンテの俺ね、ギターで泣いたのはジョン・フルシアンテだけだね。ギターソロ聴いて涙が出るってこんなことあるんだと思ったもん。もう完全にぶっ飛んじゃってるもんね。まあ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 、まあ、ドラッグとも音楽がもうまさにガッチガチに噛み合ってるっていうか。あ俺ね、アーティストに限って言うなら俺はドラッグやっていいと思ってんの。ダメだけど、ダメなんだけど、作ってるじゃん、人を感動させてるじゃん、アウトプットできてんって、周りに迷惑かけないんだったらもういいんじゃねえみたいな。俺ただドラッグしてる人はあんま好きじゃないんだけど、あんまっていうか全然好きじゃないんだけど、もうクリエイターとか絵描きとかアーティストだからね、別になんかアスカとかは全然もういいでしょうみたいな。いい曲書いてるしアウトプットしてんだからみたいな。まあでもドラッグは反対派だけど、基本ドラッグは反対派だけど、あれ完全にドラッグの影響あるもんな。ドラッグしてなかったらああならないもんね。なんで音楽やってる人ってドラッグに手出すんだろう。それがよくわかんないんだよな。なんか基本的にそのドラッグ嫌いなんだよね。何なんだろう、そのこの嫌悪感、ドラッグに対するなんかダセーみたいな、うん。バンドは世界中ぞさもあるから、ドラッグなしはツアーに耐えるの。ツアーに耐えるためにドラッグをやるってこと？いやーでもドラッグやらないでツアーやってる人もいるじゃん。いや俺そういうことじゃ、なんかファッションだと思うんだよな、ドラッグって。どうなんだろう、なんかね、あんまり好きになれないんだよな。なんかその前借りみたいな、お酒もそうなんだけど、お酒もやっぱ嫌いなのは、なんかを前借り、快楽とか感情とかセンスの前借りをしてるようにしか見えないの。だからバットに入るわけじゃん、反動で。要はドーピングした分反動で気持ちが落ち込むわけじゃん。それを埋めるためにまた前借りするっていうループだと思うんだよね。
全知超えた的なっていうか、その別に物を作ったりしてる、要はインプットとアウトプットの俺はバランスってよく言ってるんだけど、あ、佐野はね放送が終わったんじゃなくてね、あいつはもうあの配信者として終わってるからほっといていいよ。なんつうのかな、その要はね俺ね、なんつうんだろう、そのハイになるとか深みみたいなもん、禅とかやるから分かるんだけど、シラフでできるの絶対に。だしランナーズハイとかもそうじゃん。要は神様って人間の体をうまく作っていて、そこまで追い込んだからこそご褒美を与えたりするわけじゃん、感動とか。だけどドラッグっていうのはそれが手軽に入るけど、それは本当は何かをした代償として手に入る快楽だと思ってるのよ。でも快楽だけ手に入るとやっぱり悪魔で、悪魔と同じでやっぱり取り憑かれるわけじゃん。だからその反動で前借りした分鬱になったりするわけでしょ、バットに入るわけでしょ。もうそんなん自分で勝手にやってることじゃんみたいな。だからなんつうんだろう、その正当なものをなんていうのかな、支払ってなくないこの人たちっていう感じだから、破滅的な生き方になったりとか、誰かを傷つけたりとか不幸になったりするんだと思うんだよね。はい、おはよう。そう思わない？だからね、そこの何かを払ったご褒美が快楽だっていう風に考える。俺は精神科の薬に関しては何も言わない、俺は医者じゃないから。ただこれは俺の個人的な感想ね。俺も服薬を服用してたから言うんだけど、俺は精神薬もドラッグだと思ってる、うん、だからなんていうのかな、うん、危ないもの取り扱いよ。だからなんていうのかな、あんまりその薬をオーバードーズとかお酒と一緒に飲んだりっていうのは絶対、もうそれは俺の中では麻薬と一緒、完全に麻薬で、その お医者さんがこの両方両領を守って正しくやってって言って良くなるのであれば、もちろん認められてることだから OK だけれども、あんまり好印象はない、うん、ダメとかじゃなくて俺は弾薬をしたで、今でも戦ってるよそれは。だからこそドラッグのやりようがない。黒人奴隷たちのブルースに敬意を払うんじゃない、悪魔と取引したとか。いやだからファッションだ、そうなってくると。だからなんだろうな、いやだから難しいよ。だから明らかにその作品はドラッグがあったから素晴らしいよねっていうものはあってもいいけど、俺が嫌いなのは、すごいいいものを作ってドラッグをやったんなら仕方ねえかっていう感覚あるけど、それを真似ちゃう子たちがいるわけじゃん。何にも何でもないのにファッションで取り入れるバカがいるわけじゃん、うんちくばっかり語って。俺はそれクソだせえと思ってて、なんかいやお前何も作ってないよねみたいな、すごいのはそいつであってみたいな、わかるこの感覚、すごいのはお前じゃないからみたいな、お前ただのフェイクだからっていう感覚があるの、本物じゃないっていうか、わかる。その何も生み出さなかったら意味ないじゃんっていう、そうそうそう、補助とも思わないんだよな。地味編に憧れてるから腐す。じゃあなんて言うんだろう、ボブ・マーリーは腐すってなくても俺ボブ・マーリーだったと思うの。だけど腐すってるやつはボブ・マーリーも吸ってるから腐みたいな、それ順番逆でしょみたいな、わかる。いや地味編も吸ってるしみたいな、いやお前地味編じゃねえからみたいな、わかる、すごい伝えるのが難しいんだよなこの感覚っていうか。
要はジミヘン草吸ってなくても多分ジミヘンドリックスだったけど、草ジミヘンドリックスプラス草でブーストした部分はあると思うの。だけど草がなかったとしてもジミヘンはジミヘンだったろうし、でもジミヘンとかそのなんだボブマーリーとかが吸ってるからって言ってボブマーリーの音楽聴きながら草吸ってるやつはもうカスだよ、ただのジミヘン聴きながら草吸ってるやつはカスでしょ。オナニーしてんのと一緒だから、わかるこの感覚。だから物を作ったりアーティストとか要はアウトプットしようとか何か作品を残そうとしてる人がする分にはまあ逮捕されるのも覚悟だね、もちろん込みで。俺は別に何も言わないけど、チャゲアスのアスカとかには何にもないけど、バンド組んでる、ね、要は何だろうね、何なんだろうね。いやだからシャブ打ってるやつもいるし、マリファナとかもいっぱいいるし、まあ、キノコとかもいるだろうし、いろんないろんなやつがいると思うんだけど、あだからね、俺勝慎太郎は俺ディスれない、俺アートだと思ってるから。わかる、勝慎太郎は覚醒剤やろうがコカインやろうが何やろうが俺はディスれないの。なんでかっていうと勝慎太郎すげえから。ボブマーリーはマリファナの国家性があったからレアだと思う。マリファナの国家性、あだからボブマーリーが言ってたその草に対しての動画見たらすげえブリブリになってて、これ植物だよ植物だよって言ってたの、すげえ面白かったね。ほん植物だよって、説得力半端じゃなかったけど、だからまあボブ・マーリーが言うからかっこいいのであって、例えば新宿のさブリブリのやつがさ草吸ったらダメだよって言われて警察官にさこれ植物だよって通用しないじゃん。わかるわかる、いやダメだよって話でしょいや植物売ってるだけだから、いやそれダメな法律だからってなるでしょ。カナダはね、でも友達がカナダと日本人のハーフのやつがずっと友達なんだけど、地元で公園で警察官とかが一緒に吸ってるって言ってたよ。違法、ね、要は感覚的にね捕まってるやつなんか聞いたことないって言ってた。まず未成年が飲酒する方ぐらいが捕まるっていうもうそれくらいガバガバだったらしい。だから解禁もクソもないって言ってた。もともとみんなガンガン吸ってるみたいな、っていうのはもうずっと聞いてたから。っていうか海外ってそんなもんなんでしょ、昔から感覚的に。っていうかもう吸ったことないやつなんか、なんかクリスチャン、敬虔なクリスチャンとかそういうレベルでしょ。これはまあマリファの吸ったことないから全然わかんないけど、なんか俺は嫌いそうな感じするな。なんかどうなんだろう、よくね吸ったら世界変わるとか言われるけどよくわかんない。マリファのね、まあでも一回吸ってみたいっていう願望はあるよね、正直。体験はしてみたいね。え勝慎太郎とか全然仕事をしてる。でもね、勝慎太郎のエピソードで東京湾で拳銃撃ってたんだよ、船の上で。それ逮捕された時に、俳優だから当たり前だろって、演技する時になって、銃の重さ反動とかを役作りできねえよって言って、俺誰も撃ってねえぞって、練習しただけだよっていう開き直り方めちゃくちゃかっこいいなと思った。勝慎太郎はね、人殺してねえし誰も撃ってねえんだけどって言ってて、役作りなんだけどっていう。要はさ、これ何を指すかっていうと、目的が明確なの。要は仕事として取り入れてんの。だから多分ボブマーリーとかも、要は一流のアーティストとかが、いや
俺らアーティストだもん、絵描くためには幻想世界見ないと描けないよって言ったら確かにって言われちゃうんだけど、勝慎太郎のファンがそれを言っても響かないし、周りのファンが言われても響かない。だから目的が明確なんだよ彼らは、うん、ドラッグは産業、ドラッグ肯定派なんだカーマ。おはようタムタム。のんちゃんがタムタムだよねこのうなぎパイくれたの。はい、え、もうないの、うん、そうか、タムタムだよねこれくれたの、めちゃめちゃうまかった俺もね、これタムタムだよねくれたの合ってる、うん、だよねほらタムタムに俺いいな、タムタムありがとうもうのんちゃんが全部食べた、俺2枚ぐらい食ったよ、超うまいなうなぎパイ、ハマったわ俺。うなぎパイってあのうなぎ味だと思ってたのうなぎのかば焼きのタレみたいな味だと思ってたからバカだと思ってたの。うなぎパイ食う、うなぎパイの名前知ってたけど食うやつバカでしょと思ってたの。うなぎ味のパイがうまいわけねえじゃんと思ってたけど、生まれて初めて食った時衝撃だね、めちゃくちゃうまいな、うん、めちゃめちゃうまかったわ。でものんちゃんがうなぎパイおいしい、うなぎパイおいしいってもう全部食べるから、もう食べ食べっつってね、うん、そういっぱい食べていいよっつって、でも和道さんの分なくなっちゃうって言って半分ぐらい残してたんだけど、おいしい、のんちゃんがおいしいっていうの珍しいから食べなって、喜ぶよって。いやうまいうまい、ザラメのね、要はあれだよね、長く作っててうなぎの形に似てるってことだよね。ありがとう、お茶はまだ飲んでないよね、うん、いただきます。まだ飲んでない、あーありがとう、超美味しかった。これがうなぎパイか、これは何、静岡の名産なの、浜名湖名産、浜名湖ってあれか、あのイニシャル D のやつか、それは違う、違うの、浜名湖って何、浜名湖、静岡、静岡、静岡、これうまかったわ、ありがとうねタムタム、うん、お茶も飲もう、うん、静岡のお茶おいしいよね。あれ、あ、そっか、充電してないか。アンビリカルケーブル断線、内蔵電源に切り替わります。あれ、内蔵電源、あれあれ、アンビリカルケーブルは飲んじゃう、アンビリカルケーブルはないよ俺の、てん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 。何号機が好きっていうかね、俺ね、だからね、エヴァンゲリオンで何号機が好きなのとか、女のキャラクター何が好きっていう、まずこの話題の時点でエヴァンゲリオン好きじゃないやつだと思ってんの。これはね、いい話、長くなるぞいいのかその話題振って、朝の8時から。いやだから、アスカ派、レイ派みたいな、もう大っ嫌いなのこの会話。アスカ派でもレイ派でもないですっていう、あのね、もう根本的にね、それを言い出すやつはエヴァの本質を理解してないやつだから。アスカもレイもいないと、むしろ全キャラクターいないとあの世界観は作れないので、お前がアスカが好きか、お前がレイが好きとか、何の影響もないし、何の関心もないから、俺はっていう。もうすっごいね、あの、しかも俺は、エヴァ放映当時から見てて、勝率数%しかない頃から、もう誰もエヴァのこと知らないことからドハマりしてたから、
ちょっとなんか映画とかで話題になって見始めたぐらいの頃に、エヴァ好きなんでしょ、アスカ派レイ派って言われた。あ、俺どっちでもないからみたいな、お前らとは違うからっていう、まあ、これはね、だから何号機好きって言われてもな、そこじゃないんだよ、初号機かな、うん、まあ、まあまあ普通に言うならまあ初号機かな、うん、どうなんだろうね、デザイン、あーでもあのマーク6のデザインはすごくいいなと思った。だからマーク6が活躍する場面が見たかったのに、マーク6はキャラデザインっていうのはメガデザインはすごく良かったね、うん、うん、でも俺はエヴァの進撃を見た時、声が変わってたのはすげえ嫌だった。低い音でおーってうなるの、う、なんだろうあの音、う、うん、なんかね、もっと低い音だったのに高い音が出るようになったの、エヴァ初号機のその最初の戦闘の音が、ちょキーがね少し上がって違和感を感じたね、ちょっと違うんだよなみたいな、うん、それは感じた。エヴァンゲリオンの何が好きっていうとね、なんだろうな、あのね、アニメとして俺は楽しんでないね、エヴァンゲリオンっていう作品を。なんだろうな、なんて言うんだろう、もうアニメのジャンルには入れてない。要はいろんなエンターテインメントが世の中にある中で、その中でエヴァが好きって話だから、表現としてエヴァが好きなの。おはようございます。ワカメックっていいね、なんかね、コテハンね、なんかね、いいんだよ。なんだろうな、もううつうつしいというか、こう暗いじゃん世界観が、こうなんかひどい話だなこれみたいな。だからね、俺はね、エヴァが好きなんじゃなくて、多分庵野監督が好きなんだと思う。庵野が好きな、あの頃のあの人が好きなんだよ。わかるかな。だからね、ジブリ作品が好きとか、要はラピュタが好きとかなんだとかじゃない、宮崎駿そのものが好きなんだと思う。出たいの、はいはい、ちょっとだけよ、はい、おいで、サンさん。はい、おいで。サンさん。サンさん、頭、むしり。あー、ひどいね、これ。かゆかったのかな？え、自分で頭、こんなところむしれないでしょ。かゆかゆするよ、でも。いや、頭のてっぺん抜けてんだよ。もう絶対自分じゃ抜けないって。あ、ちょっと待って、怪我してる。やっぱ、喧嘩したんだよ、これ。ちょっとシャちゃんおいで、怪我してるよ、よく見たらかさぶたになってると。え、大丈夫シャちゃん、穴開いてる。あ、これ病院連れてかないとダメかな、うん、何何シャちゃん、あ、これ病気か、あ、これ病気かもしんないな、うん、シャちゃん動かないで、ダメダメダメ、喧嘩ダメよ、喧嘩ダメよ。あ、これ病院連れてこ、いやもうハゲちゃったのよ顔が、なん一日でこんなになっちゃったんだよ、頭ハゲてるぞ、これ病気か、ちょっとこれ病院連れてこう、あ、これ病院連れてこう、ちょっとこれなんだ、ちょっとシャちゃんもう一回見せて、シャちゃん
病院何時からやってっかな。8時か。喧嘩じゃないのかな。開会したんじゃない。いやだから頭は抜けないから、開会だってくちばしがここにあるんだから、どうやってここの毛抜くのよ。ペコは、足で羽は抜けないよ。なんだろうこれ、ちょっと待って、これなんだ、怪我か。ちょっと待ってね、うん、連れて行くわ今日、うん、ちょっと今日病院連れてく、さあさあ、ペットショップ行くわ今日。そ、寝れねえわ俺。あ、そっか、携帯今ここにあんのか。いや、ケージで頭すったのかな、なんだろう。荒野死んじゃった。なんかおかしいな。多分ね、病院何時からだろう。ちょっとあれだ、ネット見てくるわ。のんちゃん何だよ。ペットショップじゃねえや、なんだっけ、文鳥の病院。このね、目の前のある病院取り見てくんないからね、近くだとねすぐ連れてくるんだけど、ここだっけな、平日だよね今日。うん、朝9時からだって。ここですか、前行ったとこは。前行ったところ行く。うん、
今日連れてくわ、ちょっと心配だわこれ。あ、よかった。今傷だと思ったのは耳の穴だったわ。でももうちょっと連れてくわ、これ不安だから。トヤなのかな。いや顔がね、こんなにハゲたの初めてなんだよ。あのね、多分激しいトヤだ。まあいいや、とりあえず連れてくわ今日。多分トヤだと思うんだけど、トヤって言ってその季節の変わり目のあの羽の抜け変わりなんだと思うんだけど、うん、おはよう。ハゲちゃったの、簡単に言うと。おいで、シャちゃんおいで。うん、頭がね、ハゲちゃってんのよ、ほら。でこれが病気なのか釈迦と喧嘩したのかちょっと分かんないから、今日の夜こうなっちゃったんだけど、昨日の夜か、多分ね、これトヤか喧嘩なんだよね。でも目の下に耳があるんだ。うん、多分トヤって言ってその羽の抜け替わり、ほら、だと思うんだけど、病気じゃないといいんだけど。でもこの間さ、うん、羽抜けたばっかりな。いやトヤはね、そのなんつうの、羽抜けたって、いていていて、どういうこと？トヤになったばっかりの坂、うん、そう、羽全部抜けてたじゃん、尻尾とか。いや半年に1回ぐらい来んだよ、うん、え、トヤじゃないと思う。でも尻尾も抜けてんじゃん、もう2本しか生えてないよ、ほら見てこないよ尻尾。またじゃあお腹のやつはむしったんだよ、トヤじゃないよ、うんうんうん、でもほら新しいの生えてるから、うん、トヤだとは思うのね、うん、でも顔がこんなにはけたのは初めてだから、そのほら生まれた時の一番最初のトヤがあるじゃん、うん、色変わった時あるでしょ、うん、それ以来初めて、ここまでひどいのは。ネット回線どこのか分かんない俺、光、ペコもちょっと心配してるね。これトヤだよな、トヤだと思うんだよな。もう年だからさ、一気に坂しょぼーんってしてる、うん、まあストレス溜まってる時期、トヤだな、わかんない。今日連れてくわ、心配だから。ペコも心配してるよ、うん、ちょっと病院行きます今日、釈迦の、うんうん、苦しいね、おばちゃんだからね、さやちゃんね、いやね、触られたくないね、ごめんね、やっぱナーバスになってる、うん、小さい命で頑張ってますよ。ちょっと手のひらで休ませてあげるわ、俺の手のひら大好きだから。
ペコ大丈夫だよ。さやちゃん今リラックスしてるから。ペコ。お家入ってていいよ。今じっとしてたいって。うん、心配なの。おいで。うん。オッケーオッケー。ありがとうね、ペコ。ペコもなんかそわそわしてる。シャーちゃん元気ないから。病気じゃないといいけどね。歌ってる。大丈夫かな。辛いね、シャーちゃんね。うん、歌うのはオスだけだからペコだよ。ピヨピヨピヨって歌ってるのはオスの、オスしか歌わない。シャちゃんおいでこっち。うん、いい子。辛いね。いいよいいよ、俺は羽、いいよ、ありがとう。休みな、ペコ、ペコじゃないでしたか。あの、トヤだったら問題ないのね。あの、ストレスはかかるんだけど、俺生理現象だから、要は、古い羽を捨てて新しく生まれ変わるだけだから。だね、頭がこんだけはげたのは初めてだから。そうそう、もう手のひら大好きだから、もう子供の頃からこうやって育てたから、もう俺の手から離れない。いや、中入りな、あったまりな。痛い痛いよ、分かったよ、ごめんごめん、休んでいいよ。ボロボロでかわいそうだけどね、生きるっつうのは大変なことだからね。でもこんな急に剥げるか。でも新しいね、羽がね、ツンツン生えてるから、多分一気に来ただけだと思うんだよね。俺は大丈夫だよ、ありがとう。大丈夫大丈夫、優しいね。俺の指をこう、羽をこう作ろうとしてくれてる。本人つらいのに。病院はね、9時からだから、うんうん、早く連れてくよ今。うん、40分ぐらいに家出ようか。鳥かごさ、小さいやつってまだある、うん、あれに入れて持ってくか。ちょっとお出かけね、シャーさん。お出かけバッグでないの？お出かけバッグでもいいか。
何にもないといいけど。辛いね。リラックスして寝てる。いいよ、寝な。寝ていいよ。寝ていいよ。釈迦は普段おとなしいけど、今日は特におとなしい。てか心配できたの、うん、ペコも心配してるよね、これいつもと違うもんね、うん、ボリュームが小さいもん、ちょっと、うん、本当はね、触ってあげたいんだけど、今日は嫌がる。多分、むずがゆいんだと思う。新しい羽が皮膚からこう出てるから、触られたくないみたい。しばらく手の上でずっとリラックスさせてあげることしかできない、今は。水浴び好きなのにね、今日入らなかったもんね、うん、みんなありがとね。みんなもうね、釈迦付き合い長いもんね。釈迦の名前みんな知ってるもんね。みんな心配してくれてるよ。さ、ちょっと10分寝る。
うん、行く行く。大丈夫よ。ありがとう、天下。ごめん、起きちゃったね。ペコ起こさないの。シャーちゃんいるから。今ね、目つぶって寝てたの。手のひらの中で。横にしたらわかるかな。目、気持ちいいっつってうたた寝してた。ペコ、したかも。でもペコの騒音で起きた今。いいよ、シャーちゃん、おいで。心配してんの。釈迦どこ、あ、釈迦どこ、釈迦どこって人じゃない。いや、釈迦が体調悪くて気使ってる感じ。釈迦大丈夫っていうテンション。うん、いや、あれだよ、俺が落ち込んだ時とか、ほんと親バカだなってね、思うかもしんないけどさ、俺がね、あの落ち込んだりする日とかね、釈迦なんか子供の頃から泣き方とか全然違うの。おお、久しぶり。クワッドさんいらっしゃい。ありがとうございます、来てくれてありがとう。ねえ、さあ、じゃあ
人の心が分かるんだよね、なぜか。動物って不思議だよ、本当に。寝た。こっちの目もつぶるよ。いいよ、寝て。疲れたね。いいよ、寝て。おやすみ。よねな。気持ちいいな。文章、文章のね、釈迦。今から病院連れてく。もう行こうかな。病院まで一緒に外配信する。みんなも一緒に行く？
じゃあ鳥かごの方がいいかな、それともあのバッグがいいかな。それ雨か、頭がはげちゃったの。一緒に行こうか、じゃあ病院の入り口ぐらいまで。痛い痛い痛い、カメラカメラ、痛い痛い痛い、なん何、さあちゃん、カゴの中に入るの察したな、うん、あ、なんか嫌なことするぞっていう気配で察した今。さあちゃん、さあちゃん、気づいた、今からお医者さん行くんで。あ、うんちティッシュ。糞はでもね、なんかその病気の時だと黒ずむんだって。やっぱりね、糞大丈夫だよ。多分トヤだと思うのんちゃん。そんな心配しなくていいから。うん、俺の予想トヤだから、うん。うん。まあまあ先生が見てくれるよ。うん。うん、よし、じゃあここに。ペコ、ペコじゃない、なんか今日間違えるなよ、シャカ。あー、ストレッチね。この状況を見て動物に嫌われるタイプに見える？この状況を見てベタベタだよ。よしゃちゃん、めちゃくちゃ子供と動物にはめちゃめちゃ好かれるよ俺。この状況、こんな小鳥がこんなに懐いてる状況で嫌われるように見える、うん、めちゃめちゃ懐いてるよ。アモちゃんおはよう。ベタ慣れ状態ですよ。じゃあちょっとここで待ってて、シャーちゃん、ちょっと俺準備するからここいて。いい子にしてるんだよ、わかった。あーもうシャーちゃん、今から俺着替えるからここにいて。シャーちゃんここにいて、いいなあ。シャーちゃん行くよ。シャーちゃん俺移動するから、ここ。あ、シャーちゃんいい子にして。シャーちゃんここでお留守番、わかった。シャーちゃん、シャカのんちゃんに見てもらう。引き替えよ、よし。なんともないと思うんだけどな。餌もあんま食べてないよね、この様子だと、うん、ちょっと普段より食欲落ちてるよね、うん、とやだな。でもね、小鳥はね、あの本能で仲間にね、病気なのをね、隠そうとするの。すごいデリケートだから心配させないようにするからね。行ってくら。のんちゃんもいい子にお留守番できる、うん、のんちゃんできる、いい子あれバッグどこやったっけ。玄関とこっちに。え？玄関と。玄関と？玄関の上のかところ。あったっけ？シャちゃんおいで、はい、おいで、うん、よし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 、はい、大変だ、ね、ああ、シャちゃん大丈夫大丈夫、シャちゃん、はい、おいで、よしいいかいいか、シャちゃんシャちゃん、うい、あー逃げた逃げた逃げられた、これ大変なんだよ、うん、いやすごいよ、動物と子供は。悟られた、これ大変なんだよ、こん中入れんの。もうね、要はね、小動物ってほら、狩られる側じゃん。
で鳥は特にもう絶対喧嘩では勝てないから、そう 木とかね気配を読むの。いやなんかこいつするぞっていうのをすぐね 木みたいなものを察するんだよ。なんかね、あのカゴに戻そうとしたりするとさ、あ戻されるとかさ、あ今日なんか今から嫌なことするぞとかすぐ分かるの。不思議だよ。おいでシャーちゃん。長くなるぞこっから。シャーちゃん何にもしないよ。シャーちゃんシャカ、あんだけベタベタだったのにさ怪しいっつって、そう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 、なんか怪しいっつって、今あのカーテンレールの上一番遠くに逃げてる。カーテンレール鳥が高いところに逃げるってカーテンレールなんだけど、一番高いじゃん、天井じゃん。なんでかっていうと回避行動なのよ。だから怒られた時とかペコと喧嘩した時とか逃げる時にあそこに行くの。要はなんか悪いことされるっていうかいじめられるって察してるの。よし知らんぷりして寝てみようかな。んじゃそうすると来るからね、鳥だからすぐ忘れちゃうから。こうやってね知らんぷりしてるとね、何何楽しそうと戻ってくる。動物の勘はほんとすごいよね。ペコも俺も出せってやってる。なんか楽しそうなことしてるって言ってペコはお留守番。ペコ、ペコは元気でしょ。ペコ、シャカ、シャカ、シャちゃん、シャカ。餌はね、そんなに、あの、あ、ほら、かい、のんちゃんの言うこと聞いた。うん、聞いた。あー、もう、分かってるんで。もう無理やり入れるかどうすっかだよな。もうね、こいつが怪しいっていうの分かってんの。ちょっとでも近づけていくじゃん、こうやって。ほらほらほら、逃げてくるでしょ。分かってるんだ。パッ、はい、もう無理やりです。はい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 、残念でした。はいはいはい、シャカシ、あー出た出た出たバレたか。嫌なのシャちゃん、お出かけ。でもね、あなたが思ってるよりあなたハゲてるから。それで行くよ。怖いけどね。はい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 、残念でした。はい、はい、朝原死刑執行。嘘、今日時代、あ、じゃあまあやっぱ平成中にやったか。平成中にやったね。一つの時代が終わったよ。少し我慢ね、シャちゃん暴れないで。そこを出た。8時51分か。朝原、一つの時代が終わったね。よし、じゃあ俺らも出かけるぞ、みんな。シャカ連れてく。ペコ、ペコ、お留守番いい子ね。よし、かわいいでしょこれ入ってる。かわいいんだけど、ほら超かわいいでしょこれ。いいでしょこれ、かわいいでしょ。お出かけするよ、シャーちゃん。これあるの、うん、これ鳥用じゃないんだけど、あんまりにも可愛いから買っちゃって、まあ社会に使うことないだろうなと思ってたんだけど、あの結構出番がある。意外とこうやって病院連れてくときはこのチェックのポーチで行く。シャカこれ嫌いなの。
それは鳥からしたら閉じ込められたら怖いよね。なんだなんだって感じだよね。どうする気だ。そうね、まあ小さいね鳥かごもあるんだけど、釈迦は、まあ、こっちの方が俺がね引っ掛けやすいし、暴れないのさ、さ出れないから、さあさあどんなに暴れても出れないから大丈夫だよ、俺近くにいるから。よし行くか。じゃ行ってくるわ、のんちゃん、うん、お金下ろさないと。よいしょ、よし、お金下ろして1万円ぐらいかな、うん、よいしょ、行くぞ、シャーちゃん、みんな行こうね、一緒に。あ、大丈夫だよ、シャーちゃん、暴れないの。よし、釈迦を連れてくわ、行こう。おこっつうかね、怖がってる、要はもう殺されるっつって、バサ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 。よし行きましょう。雨降ってったな。止んでるといいけど。大丈夫だってシャーちゃん、バサバサしないで、暴れないで、大丈夫だから、俺がいるから。釈迦大丈夫だよ、大丈夫。診察券とかないから作り直しかな。行くぞ。ちょっと Wi-Fi 切り替えるから一旦落ちるかもしんない、一回落ちるかもしんないわ。どう、枠切れてない？鳥とか魚にも針を刺す先生がいる。もうそれ宗教でしょ、そこまで行ったら。魚に針刺すのはさすがに宗教だわ、もう。それはね、なんかね、もうなんか、そうなんだっていう感じじゃないと思う。見えてる？みんな映ってるかい？ Wi-Fi 切り替えたけどダメかな、切れるかこれ放送。どうだみんな見えてる？ OKOK。 シャーちゃん暴れるな。シャーちゃん大丈夫だから、シャーちゃん大丈夫だから、大丈夫だから、シャーちゃんいるから俺。じゃあ行ってくるわ、のんちゃん。あ、ちょっと待って、ペックスからお金1万円あるか、ペックスから引き出そう。病院代ペコ、楽天銀行大丈夫。よし。よし。じゃあ行こうか。よし、じゃあレッツゴー。みんな一緒に行こう。で、行ってきます、のんちゃん。もう本当に帰ったら寝よう。よいしょ。ちょうど雨降ってない。あ、降ってるな。最悪。のとこいてんのって何？どういうこと？荒野のとこいてんのって何？
日本語がちょっとわかんねえわ。あのね、事実無根のことね、そうやってね書くとね、普通にね犯罪だからね。ネットだから何書いてもいいと思ったら大間違いだよ。知らないよ、もうネットもどんどん厳しくなっていくかんね。事実と違うことを書くのはなんで働かないの？働きたくないから。配信で飯食うのが俺の夢だったからかな。東京小雨だね。コメントがないよりマシだね、なるべく俺は答える方だと思うけど。働くことはクソだと思ってない。俺が向いてないと思った、普通の仕事は。でもいいんじゃない、その誰にも迷惑かけなければ。九州も小雨、なんか誰にも迷惑かけなければいいと思うよ。別に俺は配信が仕事だとか偉そうなことは言わないけど、なんか普通にその正社員でもアルバイトでもパートでもやりがいを見出したり楽しいっていう人を否定はしないよ。初見さんいらっしゃい、もしよかったらフォローしてってください。ツイッターもよろしくお願いします。釈迦大丈夫かな。多分ね、俺の勘なんだけど、激しいトヤって言って羽の抜け替わりだと思うんだけど、病気じゃないといいけどね。釈迦が暴れまくってるよ。あ、まあ談観塾、まあスタッフさせてもらってるけどね、あれは仕事か。まあ仕事っちゃ仕事だね。でもなんかね、俺はね、遊びを仕事に変えるっていう生き方を選ぶことにしたの。今、西新宿5丁目。西新宿5丁目。おはよう。季節の変わり目に、そうそう、羽が抜け替わるんだけど、周期もバラバラなんだ。いつ来るかは分かんない。まあ、女の人の生理みたいなもんだよ。いつまでも同じ羽でね、ずっといるわけにいかないじゃん。生きてるっていう証拠だよ。ただ病気で抜けちゃうこともあるから、ウイルスとかでだからそこは気をつけないと。まあ、だからちょっと不安だから病院行くよ。動物病院、なんでもないといいね。もうちょっとね、寿命7年ぐらいなんだけど、もう4年目だからこの子は。もう人間でいうと50歳ぐらいなのよ。40歳ぐらいか。ちょっとだからもう人生半分折り返しちゃってるから、やっぱ大事に育てない。
病院行くの3回目かな。あ、2回目か。行くのは3回目なんだけど、1回目はホテルとして利用して、ペットホテルで利用して、ペットホテル兼病院なの。2回目は病気かなと思って今回みたいに行ったんだけど、病気じゃなかったので、ストレスさもあって、あの、自分の羽むしり取ってたの。でも今回は頭がハゲたから、頭ってほらくちばしで自分で頭のここってむしれないじゃん。ちょっと怖いから行くよ。多分ね、新しい羽の芯が生えてたからね、坊主みたいになってたから多分大丈夫だと思うんだけどね。え、長生きしてほしいよね。この子はもう4年間一緒にいる子だから、うん。鳥かごの近くてひっきりなしにプカプカってどういうこと？うん。いや、だからカーテン引いてんじゃん。空気清浄機も入れてるよ。鳥の個体差による、あの、種類による。文鳥は7年、文鳥は7年。長い子だと10年ぐらい生きるらしいね。10年生きたらもう100歳以上で、120歳ぐらいだよ、人間で言ったら。あ、5名同時執行なんだ。5人同時なんだね。あ、執行された時代の節目だね。多分平成で終わらせようとしたんだろうね。あ、これが節目っていうもんだよな。一つの大きな流れだよな。あれはどう考えてもテロだからね。日本で初めて起きたテロじゃない？子供の頃見た時衝撃だったもんな。あと西鉄バスジャック事件か、でっかい事件。あ、でもインパクトはオウム真理教のね、事件が一番インパクトあったよ、俺の中では。世の中のいろんなもんが変わっちゃったからね。今のさ、若い子たちはオウム真理教とか知らないかもしれないけど、あの、駅のゴミ箱って今透明になってるでしょ。あの、クリアになってるでしょ。あれはオウム事件以降なんだよ。だから俺らの身近な生活も変わったんだよ。駅の中にあるゴミ箱に、あの、表面透明になったのは、あれはオウム事件以降なの。そうそう、官僚根絶やしにしようとしたかん。あと自衛官もピンポイントでやろうとしたんだよ、エリート。ああ、そうだったんだ。今日なんで、その今から病院行くの。動物病院行きます。ねえ、やっぱりその無関係の人を巻き込むっていうのは嫌だよな。何の罪もない人。そうそう、鳥さん。
坂。朝9時からだからもうやってるね、うん、もうやってる。はい、おはよう。ああ、帰りじゃあ病院から出たら配信するよ、すぐ。でももう今日、ヘトヘトだから帰り道だけね。もう家帰ったらすぐ配信切って寝ることにするよ。じゃあ、病院から出たら配信します。約束するよ。うん。ありがとね、天下ちゃん。心配してくれて。ちょっとでも怖いね。うん、後でやるよ。アーチャリーはね、オウム真理教脱退してるからね。実はアーチャリーと俺は同じスイミングスクールに通ってたんだ。これ大丈夫だよ、眠いけど。でもまあね、命はね、何かあったらもう取り返しがつかないから。おはよう。まあ報告はじゃあ帰り病院から出たらします。うん、ありがとう。雨はね、小雨。うん、じゃあね、そろそろ病院に着くので、皆さんまた病院から出たら、結果報告させていただきます。お疲れ様です。ありがとうございました。おつでーす。